白沼、立林城は、群馬県立林市城町3にある、戦国時代から江戸時代の日本の城である。立林市指定史跡、おびき城とも言う、15世紀に築かれたとされる。ただ、追記時期、築城者には諸説ある。天正年間10万国で入城した、徳川四天皇の一人、坂木原康政が、石垣屋天守を持つ。 近代的な城に作り変えた。城沼を堀りとして利用本丸以下七角。現在、一部の遺構を残しているのみで、跡地に、市役所、文化会館、私立図書館、向一秋記念子ども科学館などが建てられている。築城については、江戸時代になって書かれたものの中に、赤いテルミツによって築かれたとするものがあり、 狐のおびき伝説として知られているが、現在確認されている、縦林城について書かれた最古の古文書は、文明3年に、上杉軍が赤い文録、文造の巨城である、立林城を攻略したという記録である。狐のおびき伝説とは、赤いテルミツが小狐を助けたところを稲荷様の、化身の白狐が現れ、尾を引いて、城の配置を教えてくれたというもの。 その後、越後の上杉氏や甲斐の武田氏、相模の北条氏による三つどもえの攻防の中で、長尾氏、北条氏などが、立林城を支配するようになったが、天正18年の徳川家康の関東入法に、伴って、徳川四天皇の一人、坂木原康政が十万国で城主となった。江戸時代に入ると、縦林は、殿川を抑える東北方面への要所として、また、 徳川綱吉が五大将軍になってからは将軍を排出した地として重視され、最後の上司秋元氏まで、江戸幕府の重鎮を務めた七家の居城として栄えた。かつては、草加前があり、本丸には三層の天守と二重屋倉が一期、大馬屋ぐるわにも二期の二重屋倉があり、異様を誇っていたが、天羅三年に、徳川徳松が急死すると廃藩となり、廃城となった。 宝永四年六大将軍、徳川家信の弟、松平清武が入法すると、立林城は規模を縮小して採築され、本丸に天守大王の二重矢倉が、南ぐるわと三の丸にも二重矢倉が一基ずつ、挙げられた。1718年には再建費のための増税に、苦しんだ農民により立林騒動が起こった。城の建物の大半は明治七年に消失したが、 現在でも本丸、三の丸、稲荷角、城下町などの土類の一部が残されており、三の丸には土橋門が復元されている。加盟、説明、反種名、在任期間、国高城沼を城の東側の外堀とし、この沼に突き出す、形の定大地に、本丸、二の丸、三の丸、八幡かく、南角を置き、これらを取り囲むように稲荷角、外角、 双角を構え、さらにその正方に、城下町を配置し、それらを土塁と堀によって囲んでいた。土橋門、土橋門は、昭和58年、城下町、建林のシンボルとして、城壁とともに復元された。この門は、城の中心部に通じる三の丸に設けられ、戦艦門に、対し通用門として使われた。土橋門という名前の由来は、 門前の内堀にかけられた土橋から来たと言われている。また、防御用に黒色の鉄板が打ち付けられており、地元では黒門とも呼んでいる。戦艦門関戦艦門は三の丸の北面中央にあった城内にある重要な門の一つ。その形態は渡りあぐら門で土橋門が通用口であるのに対して武士の正門とされていた。左上のレリーフは、 立林出身の版画家、藤巻義雄の作品、山岳画集に収められているもので、おびき神社に奉納されている、立林城絵馬を参考に描いたものとも言われる。大手門関大手門は、現在の山岳公園の東北隅にあって、東側の侍屋敷、西側の城下町を隔てていた。ここから東へ約400メートルにわたり通称、大名工事と呼ばれる王子が伸び、 広小路、千関門へと続いた。現在では、土塁や堀などは姿を消し、大手門関碑が残されているのみである。東武鉄道伊勢崎線建林駅下車、徒歩約15分特に制限はない。ありがとうございます。